本日は未来ワーク福島移住セミナー第14回ワクワクの生まれる地福島十二市町村編にご来場いただきまして誠にありがとうございます。またオンラインでご参加の皆様もご視聴いただきありがとうございます。私は本日司会進行を務めさせていただきます。田西真也と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 はじめに所注意のご案内をさせていただきます1点目は本日のプログラムの内容についてですはじめにゲストの皆様による活動紹介パネルディスカッションそして移住相談制度移住支援制度のご案内をお送りします後半は会場参加の方のみになりますがゲストの皆様との座談会や移住相談員との個別相談会を予定しております そしてセミナー後に特別企画として私だけの福島移住体験ツアーを作るワークショップもっと話そう延長戦を午後5時20分から1時間ほど予定しておりますこちら参加は自由となっておりますのでぜひお気軽にご参加くださいえ続きまして本日お集まりの皆様とせっかくですのでコミュニケーションを取りたいなと思っておりまして簡単なアイスブレイクをしていきたいと思います 会場の皆様はお近くの方2名から3名でグループになっていただきましてこちらの2点についてお話しいただければと思いますお時間1分程度とさせていただきます1つ目は今日のイベントを何で知ったのかそして今日のイベントで知りたい聞きたいなど期待していることについてお話しくださいまたオンラインで視聴されている方も YouTube のコメント欄にてぜひ教えてください どうぞ周りの皆様とですねグループに必ずなっていただきますようによろしくお願いいたしますそれでは1分間どうぞお話しいただければと思いますスタートです 1>, 1分が経過いたしました会場の皆様オンライン視聴の皆様ご参加いただきましてありがとうございますこうご自身でお話をいただいたことで少しこう気持ちも温まったのではないかなと思います皆様のご期待に添えるようなセミナーにしていきたいと思っておりますのでどうぞこのひととき最後までお楽しみください私からのご案内ははは以上となりりままままますすそれではセミナーを開開始始ししてていずに先立ちまして 本セミナーの運営に協力をしております株式会社 f フライフ代表小笠原隼人より本セミナーの趣旨や福島12市町村の概要についてご説明させていただきますそれでは小笠原代表よろしくお願いいたします皆さんこんにちは。 今日は、ね、あのお休みの日にわざとこうしてセミナーにご参加くださり本当にありがとうございますこの「未来ワーク福島移住セミナー」今回が第14回目なんですけれども札幌で開催するのは昨年に引き続き今回が2回目となりますで開催にあたって非常に地元札幌北海道の皆様にご協力いただいてこのような形で開催ひととまず感謝申し上げたいと思いますで、まあ、北海道で何で福島のセミナーやるのって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど 今、福島十二市町村って日本中、もっと言うと世界中から移住者集まってるんですが、結構、北海道の方から人気なんですよね。なんで、全国どこで開催するかということを考えたときに、北海道でまた2回目やりたいねということで、今日は来させていただきました。で、今日お越しの皆様の中にはですね、まあ、いろんな理由で来られてると思うんですが、この福島十二市町村という言葉聞いたことないぞという方も多いと思います。 なので、まず私からですね、えー、福島十二市町村とは何なのか、そして今回のこのサブタイトル、わくわくが生まれる地、どういうことと思われる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、そちらについて説明させていただきます。まず、福島十二市町村なんですけれども、こちらにかかっているものを読み上げさせていただきます。福島第一原子力発電所の事故により、避難指示などの対象となった12の市町村。 これが福島12市町村です今、この福島県の東側ですね、えー、あのエリアが避難指示などの対象となった地域となっております。で、この12市町村がなぜワクワクの地なのかと、3つの激発ポイントありますんで、えー、説明させていただきます。まず1つ目ですね、この急激な人口減が起きた12市町村、今申し上げたように原発事故があったので、 想定してなかった事態、放射能の影響で、まあ住めなくなってしまった。一気に人口が減りました。でその後ですね、えー、まあ13年経って段階的に避難指示などの解除が進みまして、えー、今ですね12市町村すべての地域で人が住めるようになっております。まあただですね、えー、一度避難をされた方がまあ全員戻っているわけではないので。 あとまあ震災後ですね、えーまあ、災害産業仕事などで失われたものもあったりしてですね非常に多くの課題が山積していますそういった状況だからこそ、まあ、新しい仕事、まあ、イノベーションが多数生まれるということが起きてまして何か新しいことをしようという人がですね今世界中から集まってますで実際にいいろんな物事が生まれていて 地元の方と外から来た移住者の方が一緒になってそういったムーブメントを作っているというのがこの十二市町村です。で2つ目、まあ、1つ目と関連するんですが、まあ、そういったいろんな課題があっていろんな新しい物語が生み出されているという中で、まあ、課題の量に対して人材が圧倒的に不足しているという状況です。でいろんな分野の仕事が今あってですね非常に魅力的な求人がたくさんあります。 で皆さん今日ご覧いただいたいる方も様々なご経験バックグラウンドお持ちだと思うんですけれどもまあ、皆さんがあお持ちのご経験がまあ、これからのこの地域の復興に非常に、えーまあ、マッチするという可能性がございますこれが2つ目の激アツポイント最後3つ目ですねでそういった特殊な状況にある地域なのでまあ、今日本中でいろんなあの移住支援の 政策などありますけれどもその中でもトップクラスの手厚い支援体制がございますで今日途中でそういった補助制度の説明なんかもございますけれども移住支援金企業支援金交通費補助金さまざ、あ、まな補助がございますのでこれから新しく挑戦をされたい方に非常に手厚いサポート体制があるとこれが3つ目の激アツポイントですね。 で実際はどうワクワクするかというのはですね、この後、実際に福島で活動されているゲストの皆様のお話を聞いていただくのが一番お分かりいただけるかと思いますので、ぜひ楽しみに聞いていただければと思います。今日皆様一日どうぞよろしくお願いします。小笠原代表ありがとうございました。 それではここからはゲストの皆様よりそれぞれの活動内容や移住をされたきっかけなど福島12市町村の魅力をたっぷりとお話しいただきたいと思いますゲストの皆様をご紹介いたしますのでぜひ大きな拍手でお迎えくださいお1人目は株式会社アドレス代表取締役社長サベットたか隆さんです 続きまして、相沢高圧コンクリート株式会社、常席執行役員、東大一さんです。<手>最後に、株式会社ムー代表取締役、吉田睦美さんです。<手>また、本日ゲストとしてお越しいただく予定でした杉原さんに関しましては、 諸事情により欠席となっておりますお話を楽しみにされていた皆様には申し訳ございませんが以上の3名で本日は開催をしていきますどうぞよろしくお願いいたしますそれではゲストの皆様からお一人ずつ活動紹介をしていただきますお一人目は株式会社アドレス代表取締役社長のサベット隆さんですどうぞよろしくお願いいたします はいえー、皆さん、こんにちは、えー。ご紹介いただきましたアドレス代表のサベットと申します。あのーまあ、ちょっと簡単に自己紹介もさせていただければと思います。の僕はあの福島住日町村の,あの移住者でもないんですけれども、あの事業の方をいくつか福島でもやってますで。もっとちょっとプライベートな話をするとです、ね、あの出身はもともと大阪でして、会社はこの2000年にックスというあの IT 企業で新卒、まあ、ベンチャーのスタートアップに入りまして、まあ、東京で えー、本当に20年近くあの仕事をやってましたで、まあ、会社自体は2018年に創業して今6年目という形なんですが実はあの札幌にですね昨年あの移住しまして、まあ、福島移住じゃなくて札幌移住なんですけれどもあの札幌になぜ移住したかっていう話もしたいぐらいではあるんですが本当に、えーまあ、いろんな地域に行く仕事をしてるんですが。 札幌に移住しつつ去年から余市の,の方であの畑を借りて農業とかも余市と札幌と行ったり来たりしながらもやっていますで今年の春からは4月から静岡県の三島っていうところに部屋を借りて札幌と三島の2拠点居住をしながら、まあ、会社は東京にあるので東京もベースにしつつ仕事をしているというようなプライベートの生活も行っています。 でまあ、ちょっと簡単に紹介しますとあのアドレスっていう会社はですねさっき住まいのサブスクっていうご紹介も少しあったんですが月額定額制でお金を払うと全国に300か所ぐらい今物件があるんですけれどもそこにどこでも住めるっていうですね1か所で定住する暮らしじゃなくて多拠点で生活をするというそういったプラットフォームの運営をしています当初は2019年4月に10か所ぐらいから始まって で、そこで家賃を払うと、普通は1カ所しか住めないと思うんですが、もう全国300カ所、どこでも暮らせるというようなサービスを行っています。まあ、特にコロナ禍でテレワーク、リモートワークっていう形で、あのどこでも仕事ができるっていう働き方が広がりましたけれども、まあ、そういった方々はどこでも仕事できるので、どこでも住めるというサービスがあると、本当にどこでも仕事ができて、どこでも暮らせるみたいな、まあ、最近だとノマドとかデジタルノマドと言われたり、まあ、僕らのサービスはアドレスっていう、まあ、いわゆる住所ですけれども、 あのアドレスの ADD ってあの、えー、大文字にしているんですがあの住まいとか住所を追加できるっていう、まあ、そういった意味合いで、えー、サービスを作っているんですがそういったその住まいが、えー、いくつも持てるとでただお金持ちじゃないとなかなかそんな別荘とかホテル暮らしとかできないと思うんですが僕らのサービスっていうのは。 月額9800円から月200から利用できると、もう月30日でも9万9800円で、えー、家賃も光熱費も光回線も家具も家電も全部ついているといった形で、まあ、一泊3000、4000円ぐらいで好きなときに好きな場所で暮らせますと、まあ、北海道もいろんな場所あるんですが、福島もいくつか地域があって、それで定期的に僕も福島に行っているというような暮らし方をしています。 もちろん温泉付きがあったりとか、古民家タイプがあったり、えー、別荘とかマンションとか、まあ、いろんな物件があるんですが、基本的にあのシェアハウスのような形になってまして、個室は使えるんですけど、えー、他の個室は他の方が使っていて、まあ、リビングキッチンは共有っていう形になってます。なので、まあ、会員コミュニティみたいなところもあったりだとか、まあ、共同生活をするので、えー、一人暮らしとはまた違って、あと一軒家が多いので、あの地域で野菜を買ってきたりして、えー、キッチンでご飯をしてみんなで食べるとか。 そうういった暮らしができるようになっていますなので、まあ、サブスクなので定額制ではあるんですがライトに使うんだったら月2日から、あのー、200から利用ができて利用日数に応じて料金が変わるというような形をとっています。はい、でも北は北海道か南は沖縄まで、まあちょっとあのー、福島はまだまだ多くはないんですけれども10カ所近く、えー、物件もございます。 でまあ、この多拠点で暮らすっていうところで今あの一か所で定住する暮らしから日益居住多拠点居住みたいな形で暮らし方というのも本当に多様になってきているのでの、まあ、僕以外に。 東京から離れて札幌に移住するとか、札幌に移住したけど、三島にも部屋を借りるとか、そういったその暮らし方の多様性というのもあるので、まあ、北海道で住まなきゃいけないってわけでもなく、福島に移住しなきゃいけないってわけでもなく、まあ、第2、第3の選択肢として、いろんな働き方、住まい方があるというところも知っていただけるといいのかなと思っています。でただですね、移住するにしても、地域居住、他拠点居住するにしても、 の住まいとしての,そのハードがあるだけではなくってその地域とのつながり地域の交流っていうのがすごい大事だと思ってまして僕らのサービスにはこの「あの家を守る」と書いて「ヤモリと呼んでるんですけれども物件を管理するヤモリさんっていうのがいらっしゃってヤモリの方がいるので地元の人とのつながりが生まれたりだとか、まあ、例えば家族連れで来てるんだったら今日はあそこでバーベキューとか川遊びやってるからそこに行ってきたらどう紹介するよだったりだとかあの、まあ、夜のまをしの スナックとかが好きだったら、さすがに旅先で知らないスナックに行くとか、なかなかできないと思うんですけれども、じゃあ、うちボトル入れてるから一緒に飲みに行こうかとか、温泉が好きだったら一緒に温泉に行くみたいな話で、本当に山里さんが友達のように、地元のお,ちゃんおばちゃんみたいな形で関わってくれて、その地域につながりが増えていくというところが重要かなと思っています。なので、こういったハードとしての住まいと、ソフトとしての交流みたいなところがセットで利用できるようなサービスになっています。 であのこの矢リさんがですねあの非常にホスピダリティが高い方が多くてやっぱ地域のことを知ってもらいたいだとか、えー、観光客としてただ来てもらうだけじゃなくての地元の生産者の方とか、まあ、例えばこの夏だったらお祭りだったり地域の花火大会だったりそういったのを見るだけじゃなくてのお祭りを参加する側見こしを担ぐ側だったりそういったその地域活動に参加できるような機会っていうのも えー、たくさん準備してくれてますしあと地元の方と仲良くなるのってやっぱり食事を共にするとかお酒を一緒に飲むとかそういった機会っていうのが大事で、まあ、旅館に泊まってホテルに泊まってもあの美味しいご飯食べれるかもしれないですけど地元の方と一緒にご飯食べる機会ってなかなかないと思うんですねそういったものをこのモリさん中心に、えー、本当に毎月いろんな形で作っていただいています。 あとはその実際に行ってからの交流もあればあのオンライン上で交流できる仕組みもあったりするので矢森さんがいついつこんなイベントありますよとかいついつ食事会こんな会員さんたちが集まってくれてまたは地元の方たちが野菜とかお肉を準備してくれてバーベキューの会開きますよとかそういった情報とかもオンラインで手に入って、まあ、実際に現地に行く、まあ、それをみんなでシェアするみたいなことも聞いていますでじゃあちょっと福島との関わりなんですけれども あのまあ、僕ももともと3・11の、えー、震災の後こういったその、まあ、ツアーみたいな集まる企画があって実際に話を聞いてみんなで現地に2泊3日で行こうみたいな機会が一番最初のきっかけで、まあ、その時にあの知り合った方々だったり地域で事業を起こしている方だったり福島でこんなに頑張っている人たちがいるんだっていうのを知ってそこからのご縁で一緒に仕事する機会っていうのをいただいています。 えー、福島は今、あの12市町村の各地域にこのアドレスの物件を一つずつ増やしていきましょうというところで現地の団体とも協業はしているんですが今、南相馬、広野、富岡、えーまあ、相馬市はちょっと12市町村じゃないんですけれども、まあ、近郊という意味ではこの辺りの物件がアドレスの家として滞在できて山森、まあ、さんがいらっしゃって地域交流ができるという場所になっています。 で特にその12市町村を中心にやっぱり復興の,あの関わりを僕らとしても持っていきたいなというのもありますしの地域の方々もいろんなプレイヤーの方々がいらっしゃるので、まあ、12市町村に、えー、行ってもらえるような特集ページを作って地域の方と交流する機会というのも増やしています。でこの見に来て福島とというところで あのまあ、とにかく福島に行くとどういった体験ができてどういった人たちがいるのかというのを行かないと分かんないこともたくさんあるので実際に行った会員さんのインタビュー記事を、えー、紹介させていただいたりあとはま体その会員さんってもう全国移動しながら生活する人たちもいて本当にいろんな職業の方いらっしゃるんですね、まあ、分かりやすいところではデザイナーとか、えー、プログラマーとかそういった方もいらっしゃるんですがあのお医者さんとか看護師とか あのお寿司の職人さんとかですねお坊さんとかですね本当に旅をしながら仕事をしている方々もいてまあその中でちょっと川田会員さんでいうとこのトレイルガ,ガイドをしている登山家の方がいらっしゃって彼はあの去年かなエベレストに登ったりだとかあの世界7大陸のすべての一番高い山を登るみたいなことをされている移動しながら山登りのガイドをして生活をされている方なんですがその会員さんに福島の浜通りの、えー 歩く旅企画とその街を実際に歩いてみてその地域を体験してもらうかつ地元の方々も参加してもらって地元の方々と一緒に街歩きを楽しむということを2泊3日で企画させていただいて2 3 0人ぐらいの方と共に福島チャットウォークというので歩きながら地域を知る機会というのを作ったりもしています実際に地元の方会員さんの方は半々近く集まって交流してたんですけれどもこの中で 地域のことをすごい好きになって定期的に通う人たちが出始めて中にはあの12市町村に移住を決めたというのでもう今実際に住んでる方もいらっしゃってこういう地元の方とのつながりが見つ,かるどうか見つかるかどうかっていうのは非常に大事な機会ですしこういったそのあの企画をしてする機会があってまあツアーを組んでこういう自分たちではなかなか出会えない人たちと出会える機会っていうので。 仲良い人を見つけるというのは本当に移住の決め手になるのは間違いないんじゃないかなというふうに思っています。はい、であの2拠点とかその、まあ、関係人口ってその地域的にリピートする人たちのことを関係人口と呼んだりするんですけれどもそういう人たちが、まあ、観光客と違って非常にその幸福度が高いというふうに言われています生活の幸福度。というのはやっぱそのただおいしいものを食べて観光地を回るだけだと1回行っておしまいだと思うんですよね。 そこの行ったっていう記憶はあるかもしれないですけれどもその地域の顔も思い出もあの地元の人たちとの,んですか、ね、あの思い出みたいな記憶に残ることってあんまり多くないと思うんですがやっぱりリピートしてその地域のつながりができてで共に 個人間でやり取りするぐらいの関係性になってくると地域の方も「お帰りいただいま」っていう関係性になっていったりだとか「今度こんなイベントあるから来てよ」という形で、えー、自分がその求められてるまたは地域の人が求めてくれてるでお互いその地域にはあって自分の住んでるところにはないっていうところがあの補完関係があったりもするので福島の当たり前は札幌とか東京では当たり前じゃなかったりして日常生活自体がお互いにとってその本当に。 えー、隙間を埋め合うようううよな関係性といいいののがができやすすいいあったりします、まあ、東京とか札幌で100万人200万人、まあ、東京なんて1,000万人もいるのであの何か活動したところでもう競争だらけで全然目立たないもう本当に部品の歯車の一部みたいな働き方している方も多いと思うんですがそうじゃなくて本当に隙間があってプレイヤーを求めていて何か活動するとすぐ人が集まってくれる、まあ、そんな地域ってやっぱり人口が少ないからこそ弱風があるからこそ生まれやすいというのがあるかなと思います。 でちょっと最後にこの住む場所を変えるっていうのはやっぱり人生を変えるきっかけになるなと思ってまして多分皆さんもその学校が変わるとか大学,大学に行くとか就職をするとかいろんな形で住む場所が変わってきたと思うんですがやっぱその地域のなんですか、ね、生活圏も変わるし友達も変わるし自分たちの,その生き方っていうのも周りに住んでいる人たちがどんな人かによって影響を受けるんですよね。 札幌でも僕はやっぱりあのまだまだ都会のろに暮らしているのでマンションの隣近所の関係性とかって全然なかったりもするんですがこういう福島とか十2市町村とかその顔が見える関係性の方々特に生産者の方が多かったり自分でお店やってる方が多かったりするとその人たちの影響っていうのが非常に受けやすいので。 自分の人生が変わるるきっかかけになななんじゃないいと思いますし、まあ、その時に今までこの地域自分の住んでいる地域でやったことなかったことをこの人が教えてくれたからやってみるきっかけが生まれるとか、まあ、自分自身の生きる可能性みたいなものが広がる機会というのが住む場所を変える。 タイミングじゃないかななと思ってますなので本当人生を変えたければ住む場所を変えた方がいいんじゃないかというぐらい僕はこの2拠点拓展サービスっていうのは重要だかなと思っているんですがそういう機会として福島1二市町村も捉えてくれるといいんじゃないかなと思っています。でまあ日本全国であの福島だけじゃなくて僕は今あの石川県の能登の方とかも関わり少し持たせてもらってるんですがやっぱりその人口が減少していったり住む,住む場所がなくなったりする地域っていうのは、まあ、ほっといたら本当に。 その地域の歴史も文化もお店もどん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 んなくなってしまうので、まあ、そうじゃなくて地域居住とかその何か所かに友達がいる関係性状態を作っていくっていうことが日本全体の活性化だったり地域の活性化になっていくんじゃないかなと思うので僕は人口をシェアリングしていく未来がすごい大事だと思ってるんですがいろんな地域で暮らすいろんな地域で仕事を持ついろんな地域で友達を作るそういったことができるとと思います。 地域にとっても自分の人生にとってもプラスになるんじゃないかなというふうに思っていますはいちょっと簡単ですが以上になりますありがとうございました佐藤さんありがとうございましたえ続きまして相沢高圧コンクリート株式会社常席執行役員の東大一さんですどうぞよろしくお願いいたします皆さんこんにちは 改めまして、相沢高圧コンクリートの東と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。私からはですね、自己紹介をしつつ、会社紹介とか、私は浪江町というところにいるんですけども、そこでどんなことをやっているかとかですね、そういうのをご紹介したいと思います。まずはめにででですす。すね、ね、自己紹介からです私は今日のです、ね 二方とととちょっと違,、えー、とが違う私はあの私は会社員なので、あの会社を持っていなくて、まあ、転勤という形で行、えー、っているんですけれども、まあ、そういった観点でちょっと聞いていただければなと思います。えー、なので、私、所属としては、会、え、沢、ー、高圧コンクリートの、えー、コンクリート会社に所属しております。でまあ、私も北海道出身です。えー、で、南米に移動しています。 趣味ですね、まあパフュームと書いてるんですけども、えー、今日もパフューム m e のこう T シャツ着てみてますけども、<laughs> パフュームはすあのライブを見に行くために、ですね仕事をしているような感じで頑張ってます。で入社としてはですね、えー、2011年ですね、震災が3月にありましたけども、えー、その4月に、えー、札幌支社へ入社をしております。 もともとはですね、その札幌、キムチ札幌と書いてますけども、札幌でコンクリートの設計を行う部署に配属をされまして、そこでまあ4年ぐらいやっております。で、2015年にですね、弊社の研究所があるんですけども、そちらが設計チームと掛け持ちでですね、所属をしております。で えー、その頃はまはバジディスクというまあ自己中コンクリートちょっと後ほど紹介するんですけど、まあ、そういったものを研究しつつ、えー、2018年からですね今私が、えー、主にやっておりますま 3D プリンターの研究というのはここで始まっておりますで2011年ですね、えー、ちょっと部署が変わりまして、まあ、生産科学本部という部署なんですけども、まあ、何をやっているかというと、まあ、コンクリートの品質を管理する部署 このコンクリートが安全ですよとかちゃんとした品質が担保されてますよといった部署へ移動となりましたでここで初めてキムチが無川と三沢さんちょっとご存知かあれなんですけども無、えー、川っていうですね北海道なんですけどもそこへ移動となっておりますでこの頃からですね住まいは札幌で働くところが無川ということで朝ですね 早く車で1時間半ぐらい高速使ってかかるんですけども片道ですねそこをこう毎日往復するような生活がここから始まってますで2010あ2023年ですね昨年弊社の福島 RDM センターが完成しましてここから昨年の6月ですねから本格的に浪江町へ転勤をして住んでおりますで私もですね入社当初は 北海道出身なのであまりこう北海道から、えー、こう転勤とかない感じで、えー、こういう会社を選んだ経緯もちょっとあったんですけどもこう年月が変わるとです、ね、考え方も変わってあのなんかどこでもいいなとか思いつつもです、ね、初めて2013年にちょっと転勤という形で道外に住むこれが初めての経験となっています。 で弊社ですね、アイザー高圧コンクリート、そもそもまあどういう会社かというと、えー、まあコンクリートの総合メーカーです。コンクリートのメーカーとして、えー、生コンですね、現場に入れる生のコンクリート、であと住宅の基礎を支えるパイル、えー、あとプレキャスト製品といったところで、扱うメー,カーです、まあ、基本ですね、コンクリートって、あ,のあまり目立たない地下だとか、 使われるので実は皆さんのこう生活を基盤で支えているそんな弊社はですね、まあ、どういったことをやっているかというと、まあ、そういった既存の事業をしつつもですねコンクリートと別なこうテクノロジーコンクリートと全く関係のしないですねテクノロジーを組み合わせて、まあ、こう未来を開発していこうとしております。 例えば、ですね、左下にあるような自己中コンクリートバジリスクと呼んでいるんですけどもこれはコンクリートとバイオテクノロジーを掛け合わせてですねコンクリートってひび割れが入るんですけども皆さんよく目にすると思うんですがあれのひび割れをですね、そのバクテリアが勝手に治してくれるというような技術もありまして、まあ、そういった自己中コンクリートとかをやっています。その コンクリートに新しいテクノロジーをかけて、えー、こう未来を開発していくとい形で,で私はコンクリートかける、まあロボテクスという形でコンクリートの 3D プリンターというのを、えー、研究開発しております。もともとですね弊社、えー、そういうかけ組み合わせて研究開発っていうのを行ってたんですけども、えー、そういう研究開発をする拠点がですね、えー、実はなくてですね 例えば私がいた無川工場でやったりだとか札幌の事務所でちょっと実験をしたりだとか、まあ、こう転々としつつ研究開発っていうのを行ってたんですけどもやっぱりあのー、先ほどのコンクリートかける新しいテクノロジーっていうのをですね、えー、どんどんこう推し進めたくえ探したところ浪江町さんとちょっとご縁がありまして、えー、ここに書いてある福島 RDM センターっていうのをですね 昨年の6月30日にオープンをしましまた、えー、これはどういった場所かというとですね R がリサーチ研究のあるディベロップメントが D がディベロップメントの開発 M がマニファクチャリングの生産,生産とでこう研究開発をして、えー、そこで作られ、えー、研究開発で出来上がったプロトタイプをですねちゃんとこう世の中に普及していくような生産とか M のマーケティングも含めてるんですけどもそういったサイクルを回すことでイノベーションもしてですね浜通りの復興だとかそういったのをですね、重点的にやっていくような施設となっております実際これが完成の写真ですね右側が研究開発棟 RD 研究開発を行う場所です 左側が工場等で生産とかですねコンクリート製品を作ったりするような場所です。で写真がちょっと分かれてますけど道路を挟んで、えーまあ、右左にです、ね、この塔がそれぞれ立地しているような状況です。でここでですね私はどんなことをやっているかというとコンクリートの 3D プリンターというのをやっています。 まあ、3D プリンターって聞くとこう樹脂でフィギュアとか,なんか最近のパーツ作ったりとかいろいろあるんですけども私はまあコンクリート屋さんなので、まあ、それでコンクリートをですね、えー、プリントをするっていうことをやってます、えー、実際ここにある写真はですね、えー、ニーカップ町にあるんですけども太陽の森ディマッショ美術館っていうところで実際に印刷した、まあ、グランピング施設ですこれ皆さんもですね かれると宿泊とかできますので,で美術館もありますのでもしご興味があれば行っていただければなと思いますじゃ実際どんなふうにやってるのかというと,とまあ早送りの映像ではあるんですけどもこういうロボットを使ってですねノズル先端からコンクリートをこう出して、えー、印刷をしていくとであっという間にですね、まあ、こんな感じで印刷物が出来上がってしまうとで従来ですねコンクリートっていうのは えーまあ、鉄の枠だとか、えー、プラスチックの木の枠だとか、まあ、そういう型枠っていうです、ね、ものを使ってで生コンを流し込んで、えー、構造体とかできてたんですけどもこれはですねそういう型枠とか使うことなく、えー、自由なデザインができるのが大きな特徴としてございます。でこの RDM センターでもですね 先ほどのマシン以外にこの8 × 9メーターで高さが6メー,ターの印刷範囲を持ったマシンだとかあとレールタイプ右側に映っているようなマシンとかですねなので例えば左側の大きいものですと72平米の家を作れたりだとか大きいものまでこう作れるようなプリンターです、ね、となっています。 これはレールタイプといわれるロボットも動きながら印刷をしていくといったマシーンです。でまあ、こういうもので、えーまあ、いろんなですねこれまでにないコンクリートのちょっとあり方とかを目指しております。で次にですね、まあ、テックイベント優位の開催とあるんですけども 私たちもやっぱり北海道の、えー、企業からこの浪江町にですね昨年の6月30日に、ま、から本格的にこう、えー、オープンというかですね活動をしているんですけれどもやっぱり地元の人たちだとか、まあ、この浪江町の復興も含めて、えー、先ほどの言葉の関係人口というのがありましたけれども私たちもです、ね、この場所を使ってやっぱり浪江町にですねいろんな人をこう呼び込みたいと。 関係,する人関係人口をです、ね、どんどん増やしていきたい、で目標としては、えー、できれば10万人ぐらいをメドに、ね、やっていきたいなとて思いで活動してます、で昨年はです、ね、6月30日にまず、この UI がオープニングイベントも含めて行いまして、その時は大体800人ですね、リアル参加で来ていただき、でオンラインでは1000名以上の方が視聴していただいたと。 今年もですね、ちょっと規模を小さくしたんですけども、えー、350名の方にリアルで参加していただいて、オンラインも同じように1000名ぐらい参加してもらってます。なので、そういった形で、えー、いろんな方にです、ね、この施設とか来てもらって、まあ、弊社の,その研究開発を進める場所としても使いたいですし、 また、いろんな方々に来てもらって、そのいろんな方とですね、つながるような場所にもしたいと思ってます。で、このイベント以外にもですね、えー、本当にあの高校生だとか、中学生だとか、まあ、企業さんも含め見学以来も結構ありまして、えー、昨年1年で600名。で今年も、えー、まだ半 以上経ってますけども大体600名以上も来ていただいているので、えー、どんどんです、ね、関係人口をです、ね、増やしていけているかなと思っておりますで最後にです、ね、私まだ浪江町に住んで1年ぐらいですけども、まあ、この1年でどういう印象を受けたかというとです、ね、やっぱり若い人たちがすごい多く活躍をしている町だなと。 持っております、えー、私はもう今年36ですけども、まあ、36よりもですね若い人たちが、えー、そこで起業したりだとか何か目標を持ってやってきたりだとか、えー、ですね活躍をしているのがもうこの1年足らずでかなり多く面にしております。やっぱそういっったこともあってですね、えー あの2024年、まあ、2月発行の宝島社から発行している「まあ、田舎暮らし」の本っていう本で、まあ、人口1万人満の、えー、未満の部ですけども、えー、まあ総合、まあ、住みたい田舎ランキングということで、えー、総合部門1位と若者世代、えー、単身者部門第1位とかとっておりますので、まあ、こういうところからもですね、えー、本当に若い人たちがこの地域を まあ何とかしようといった思いが強くある場所だなと思っておりますし、私自身もですね、えー、まあ RDM センターを基準にあ拠点にですね、えー、もっとですね、浪江町をこう盛り上げていきたいなと思いがあります。はいえー、以上でですね、私の発表を終わらせたいと思います、えー。ご清聴ありがとうございました。東さんありがとうございました。 続きまして株式会社ムー代表取締役吉田睦美さんですどうぞよろしくお願いいたします私あの食料で羊飼いをしております株式会社ムー代表取締役をしております吉田睦美と申します1987年の福島県浪江町生まれまさにあの海沿いの町ですね今出てきました町で生まれて東日本大震災まで浪江に住んでいました 東日本大震災まで、えー、浪江町で暮らして仕事をしていたんですが、えー、この震災を機に川内村に取り残されてしまった羊綿用、えー、ですねあのお肉用の羊を、えー、なんとかこう助けたいと思いながらもなかなかかなわず、えー、全国の皆さんと、えー、協力をしながら飼っていたんですが、えー、その陰で。 羊をもう一回育ててみたいなという思いに駆られるようになりまして、2016、2015年から羊牧場の再建を目指すようになります。そうしましたら、その次の年に羊をやれる土地が見つかって、2016年に現在の牧場、浪江町から 西の隣、田村市の船引町上内市という山合いのところに、えー、場所が見つかったのでそちらで牧場を始めることにしましたいろいろこう流れはあったんですがその牧場は羊の生産だけにとどまらないでイベントの開催ですとかあとキャンプ場を作ったり牧場にだけにとどまらないこう広域的な場にしています。 細かいことはまたちょっと先のお話なんですが、2021年、だいたい3年前ですね。3年前頃から、羊の生産能力の向上と、生産コストの削減のため、旭川市の牧場へ羊を全部運搬することになりました。そして、羊の出産から飼育、出荷まで一貫生産を行っております。で去年の9月頃から、私の夫が、 朝日川にををして羊を育てて羊育おりますで私は福島にいて何をしているかというと月に一度その出荷頃になった羊を取りに来ること運搬コストを最小限にすること札幌や東京の取引先にお伺いすることまたは私の会社からお客様へお届けする情報発信や発送などを行っております。 このスライドにも書いてありますが羊のお肉だけじゃないなんか変なものを売っているっていうウコっけいの丸鶏ですとかエミューの卵エミューの卵を皆さん見たことありますかすごくあの濃い緑の何とも言えない素敵な卵なんですがこちらも冬の間生まれますで、えー、羊を飼っていて実は羊からもほんの少しヨーグルトの原材料になるお乳が取れるのでこちらを すごい頑張って絞って、えー、本当に牛より全然出ないです、えー、これを集めてヨーグルトにして販売をしたりしていますではあの詳しい <laughs> 自己紹介しますえー、と現在はあの福島県と旭川を往来しながら具体的には、えー、フェリーで車を持って行って、えー、羊を育ててお肉にしてます、えー、浪江町はえー 海のある浜通りというところで鮭とホッキガイが名産の漁港のある町です今は少しずつこう生産量を増やしていますが海風もあって涼しいんですが福島県は温暖で穏やかな場所でもあるので果物の梨を作っている農家さんもありました で私は3人兄弟の末っ子でサラリーマンの家に生まれたので将来羊を飼って生計を立てることなんか全然考えてなくて、えー、なんなら東京電力に、まあ、就職しようかなぐらいの、えー、感じでありました。 で震災の年まではいろんな食事をしながら浪江、えー、で暮らしていたんですけれども、えー、そのちょっと前から川内村という、えー、山あいのね村があるんですが、えー、そこで羊を見せてもらったりその羊の世話のお手伝いをするようになってました市場に連れて行ったりですで当時付き合っていた、まあ、現在の夫の家で羊を飼っていてご羊を取って市場に出すということといい羊を決める品評会があってその羊を決める品評会があって 品評会に出す羊を一生懸命育てていたのが、えー、リリの父親になる方だったんです、えー、ざっと16年ぐらい前でしょうか、えー、羊という家畜というのはまだまだそのまあ北海道で、ね、いっぱい育てている方いるんですけれどもあの福島県では飼っているのがとっても少なくて、えー、牛や豚のようにブランド化されているわけではない 何だかやれるんじゃないかななんてちょっと思っていたんですけれどもそれでも食肉の生産や販売とかは全く考えてる段階ではなかったですまあね来年も子羊取ってまた市場に出そうかなっていうそれぐらいの感じですねこれが私の最も原点となる羊との出会いで、えー、その後、えー、私を羊飼いにしてしまうという原体験ですでこの羊たちが震災によって取り残されてしまった この地域から出せなくなくっってしまったんですね家畜としても一切使うことができなくなりましたちなみにあの私水曜どうでしょうが大好きでして <laughs> 本日の会場の隣にちょっと HTV があるものですから大変興奮しましてそれもあって緊張しております <laughs> ところで福島県の大きさってどれだかどれぐらいだか分かりますかざっとこうちょうどいいとこに 地図を重ねてみたらちょうどスポットはまったんですが、えー <laughs> えー、北海道の総面積は8万3000平方キロメートルまだまだ映り足りないですねで福島県はというと1万3000この札幌近郊と、えー、石狩空知、えー、日高あたりをこうまたいで、えー、ここでこう福島県と同じ面積だということです、ね、ちょっとなんか狭いじゃんみたいな。 思われるかもしれないんですけれども、えー、この福島県全体で見ると、えー、このなんか色の境目があると思うんですけど、ここに山脈が2つ横たわっていて、えー、盆地と、あとは中山間という山うのところで、えー、割と構成されているので、えー、思ったようにはこう走れないですね、カーブと急行部が強いです、道は。 なので、まあ、浜通りの、まあ、国道6号線というものがあるんですけれども、こちらが比較的こう走りやすい場所かなと思っております、私はあのその6号線を一番走っていたので <laughs>、はいえー、ちなみに、えー、北海道のこの8万3000平方キロメートルは、えー、東北6県を合わせて、えー、あとは新潟かな、新潟県をさらにプラスしても、まだ北海道の方が大きい。ね、走りきれないです、私も。 本当に遠いんですよ。で、た、え、い、ーまあ、走る目安としては、えー、高速道路が縦と横に走っていて、こちらはどちらも法定速度を守りながら走ると、縦にも横にも2時間半で、えーまあ、大きいんですよ。私としては大きい、えー、こういう場所であります。まあ、でもトマコマイと朝日川こう 通っても高速で2時間半ぐらいのでここは同じぐらいかなと思ってますでなぜ福島から旭川に来ることになったのか、えー、羊を始めてから何度も北海道に来てたんです少しずつこう羊を集めてこう血が濃くならないように大きい羊を作れるように、えー、何回も通う必要がありましたでその中で知り合った人が、えー、羊を譲ってくれて ある日、旭川の牧場の後取りがいないから、誰か紹介してくれないかと言われまして。で、すぐのお話ではなかったんで、まあ知り合いにいろいろ聞いてみるね、なんてお話はし,してたんですけれども、その後コロナの流行や牧草の世界的な需要の増加もあって、福島で使う牧草がすごく高くなっちゃったんです。もう後悔になって、倍以上になってしまって。でも福島県って今、あの、なんて言うんでしょう。 自分たちでで牧草を取って羊に与えることができないルールーにななってますなので買うしかないコストものすごく上がっちゃってる、えー、それに加えて福島県ではその羊を加工まあ土地区場に置くとお肉にするっていう能力が非常に弱くてですね月に数頭しかお肉にできない。 それだとが合わないんです、ね、もう作れば作っただけコストは増加していくしじゃあ売り上げが伸びるかっていうと、えー、土地区料に制限があるのでそこで打ち止まりになってしまうそんな時だったんですそのいやうちが旭川の牧場買おうかなっていう話になって旭川福島県と違って、えー、まあ福島を含む近隣の県で、えー、放牧ができなかったりその草が使えなかったりという制限が あるんですけれども旭川は当然ながら自分で牧草を作ってそれを刈り取ってロールにして牧草を作って与えられる何の制限もないんですねで牧草の数を数えてきちんと管理すれば羊はものすごく育ちますし何より輸入の牧草よりもおいしいんですよねこれね茎残らないんですものすごくきれいに食べるあと草の香りが圧倒的にいい柔らかい もうとても牧草の質が全く違うということで、えー、羊の生産能力が大幅にアップしています。でまあね福島県の復興ですとかそういうことを考えながら最初はやっていたんですけれどもその福島で制限とルール,ルばかり守って育ててきて、えー、純粋なね福島の羊なんだって最初はね発信しようと思ってたんですけれどもやっぱりこうコスト的に限界が来て。でそこで えー、じゃあどちらがいいのか、ね、羊を作ることを優先するのか福島にもうあくまでこだわっていくのかこれは答えはもうすごく簡単ですすぐ出ましたねいい羊おいしい羊を作り続けるそれをやるために始めたんだ確かに福島の復興ですとかその文化を守るためにもやっているけれどもその品質が伴わなければ意味がない続けていけなければ意味がない ということで育てるのは旭川の方がいいでしょうということでこれはもう私も夫もスパッと決めちゃいましたなので2021年の5月から家畜車で自分たちで少しずつ運んでいって現在では旭川で親91頭子羊は今年はもうじゃんじゃん出荷しちゃってるのであと30頭ぐらいしかいないですねでもじゃあ 生産ははいいからってじゃあどうして移住しちゃわないんだいってその福島から飛び出さないんだいというのはやはりこう生産能力だけでもダメなんですね。販売もきちんとやっていかなきゃいけない。そういうところにおいて福島っていうのはやっぱり流通の能力が高くて東京にも近いですしお客様としても送料を負担するのに大体半分ぐらいの値段で済む。なので 福島と、えー、旭川で、えー、生産拠点と、えー、流通・加工拠点を分けることにしましたそれが一番コストが下がったからですねそれで福島県の印象ですこれはあのいいい人はすすごく多いですこう気にかけてくれるというかその私はあの川内村という病の村に嫁、えー、いだんですけれども川内村っていうのは非常にこう文化が強くてですね、えー 自家製のこう漬物なんかはもう4種類も出てくるしもうジュースもなんかいっぱいもうテーブルいっぱいにこう盛られてすごいもてなされるんですね。<laughs> でこう漬物おいしかったかいなんて持たされることもあったりして、えー、なかなかこう濃い付き合い悪い意味ではなくてこう濃いい付きき合いがででるような場所です、まあ、その反面その人間付き合いが濃くて、えー、嫌なことも <laughs>。 具体的には走りますけれども嫌なこともあったりもするただこの川内村の、えー、全体的な特徴としてはやはりこう山あいの村で他のところよりも環境が厳しいというんで働き者がすごく多いということは、えー、働き者が入ってくるとものすごく歓迎されるその後も、えー、ずっと面と見つめられるという、えー、側面がありますはい 一番は、羊を育てるコストです金額面で言えば大体半分それに加えて品質と育てる時間も短くなっているのでそれ以上と言えますまた紹介された飲食店さんとのお取引が増えて札幌では2件のお店で弊社の羊肉が提供されています、えー、と昨日から開催されている札幌オータムフェストでも1店舗でお取り扱いがあります で合わせて、えー、旭川支店の設置、えー、こちらも全く予想だにしていなかったんですが、えー、先行投資の6月ですね無事にこう支店設置をしてありますで、えーまあ、ぼんやりねその、まあ、東京電力に修復すればいいかなみたいな、えー、ぼんやりしたこう将来設計からまさかね羊を育てて、えー、拠点も増えてそこが支店になって。 ね、そういうういいいいとこころかかららもう全く予想ににしない未来にいますす <laughs> 面白いですねこれからの展望実は旭川も観光地として結構お客様がいらっしゃってたまにこう Google マップで見てお越しになって動物見せてほしいなんてお客様いるんですけれどもちょっとねあの病気家畜伝染病の関係で一般のお客様を入れることは非常に難しいことが多いです。 ね、なんかこう動物みたいんですよこうく柵に入って草食べてる何かを見たいんだけれども意外とないっていうことで今夫があのこの画像に写ってるローバーのバロンくんっていうんですけれどもこちらのための柵を作っていますでこのバロンくんの柵は道路沿いに作ってあって牧場の中に入らなくてもちょっと見れるねっていう,こう走りながら見れるねっていうところを夫がコツコツ作っております一人ではい。 で私はあの福島県で、えー、羊肉の美味しさを作ってもらうための商品開発これは本当にブロックのお肉や、えー、スライスのお肉だけではなくて、えーまあ、数年前から取り組みをしているんですけれども合わせて福島県の産品も一緒に入れてこうセット販売をしていこうということで、まあ、たったの10セットだけなんですけれども。 神経収納で福島県唯一のマ,マッシュルームを入れてみたり、えー、羊の肉とその年やっと生えてきたアスパラを一緒に入れてみたりこれはなかなか好評でございます、えー、最後に、えー、福島県にあるものないものこれはあのきちんとご説明しておかないと特に食べ物は大事です、えーね、私も北海道に来たら必ず寄っているセイコーマート 苫小牧のフェリー乗り場で、えー、降りて一番最初に夜苫小牧一本松店または、えー、高速乗って、えー、のっぽろサービスエリアに寄るんですけれども、えー、セイコーマートの新商品をね食べたいそういう思いでこう出張の時は必ず寄っているんですけれども福島県にはセイコーマートは1店舗もありません、えー、代わりにセブンイレブンはまあまああります でセイコーマートって、えー、他のコンビニと比べてちょっとインフラみたいな側面もあってパンすごくおいしいしクリームとっても入ってるしぜひ、えー、来てほしいんですがどうやらなんかフェリーが止まるようなところにしか展開をしてくれないんですねうんあとおにぎりがずっとあったかいっていうのもポイントですホッキ貝は浪江でもともと取れているものなんでホッキ貝はあります で、ニシンも最近、こう、新鮮なものが入ってくるようになったんですけれども、まだまだ、こう、煮魚用のものが、えー、一般的ですね。えー、その代わりに、まあ、北海道もね、何か所か、こう、洋市とか、ましけとか、えー、果樹園のポイントがあるんですが、あとは、カムイコタンあたりですね、えー、果物の充実。あ 作れないものってやっぱりそこそこあって、えー、イチジクですとかあとはビワビワは、えー、長崎とか千葉とか比較的温暖なところで取れる果物なんですがナ江でビワを作ることはできます、えー、あとはユズですねユズも北限がちょっと まあ、東北岩手まで行かないかな福島県あたりで、えー、柚子が作られます、えー、あとは桃ですもう何を置いても福島県は特に桃、えー、そして特に暁ですまだまだその暁の時期は終わってしまったんですがまだまだ桃なってますのでぜひあの福島県産の桃を見たら食べてみてください、えー、というわけで、えー まあ美味しいのたくさんあるじゃんということでなかなかねあの私も移住者の方といろいろ関わるんですがちょっと太っていくんですねみんなね少し <laughs> ずつ太っていきますはいえー、でじゃあまとめに入りまして、えーまあ、こういう広い土地を持つ福島県、えーまあ、ちょっと福島県自体広い土地を持つ、えー、ところなんですが今回は特にその、まあ、1二市町村 に、えー、ピッックアップしししててお話をしていきましたで私が関係している市町村のことであればいろいろお話細かい話とか聞きにくい話とかも、えー、お話できると思うんでぜひお尋ねくださいでこの十二市町村というのは確かに一回ちょっと皿になってしまったところなんですけれどもまあ昔ながらのしがらみもとっても薄くなってるしやる気のある人がものすごく多いです、えー、特技浪江町浪江町に来てください。<laughs> ね、私も故郷にねいろいろお仕事に戻ったりお肉を出したりしているのでぜひ、えー、ちょっと見に来たりちょっと泊まりに来たり遊びに来たりしてください私からは以上です吉田さんありがとうございましたあのお時間の都合上話せなかったというところぜひこの後イベントまだまだ続きますのでそこでお話しいただければ嬉しく思います。 ゲストの皆様からの活動紹介は以上となりますイベント後半ではゲストの皆さんと直接お話ができる座談会の時間もご用意しておりますのでこのプレゼンの内容で気になって点があるよという方ぜひお尋ねいただければと思います素敵なプレゼンを行ってくださいましたゲストの皆さんに改めて大きな拍手をお送りくださいありがとうございました それではパネルディスカッションを始めさせていただきますここからはファシリテーターのサベットー高橋さんにバトンタッチをさせていただきますそれではここからサベットさんどうぞよろしくお願いいたしますはい、えー、皆さん改めまして、えー、アドレスのサベットと申しますあのー 僕自身は福島に住んでいるわけではないので客観的な質問とかもさせていただきながらよりどっちかというと事業紹介というよりプライベートなお二人のご自身の話を引き出すことができればなと思っていますの今日の場も本当に十二市町村の福島の話に土曜日の午後にこれだけ集まっているというので多分皆さんいろんな思いを持たれている方もいらっしゃると思いますこのあと座談会とかワークショップもあるのでぜひ集まった方々も横でつながったりとか あのこの話を聞いた上でまたそのテーブルごとにいろんな深い話ができてつながりが広がっていけばいいなというふうに思っています。でちょっと最初にですけれどもあのまず東さんにお伺いしたいんですけれども、はい、まあの移住されて今1年ぐらいというところなのであのよりその暮らしの変化をまさに今体験しつつあるというところだと思うんですけれども、まあ、の札幌北海道に暮らされているときと違って、まあ、実際に移住されてから あのちょっとここが自分の中で変化があったとか変わったとっいうところがあったらお伺いいできればと思まます分かりました、えー、大きく2つありまして、えー、1つ目がですねまずこの浪江に来る前私、向川というところで仕事をして札幌からこう通って通勤がまあ1時間半ぐらいあって。 まあ住,み住む場所を変えればよかったんですけども、まあ、なかなかこう変える勇気もな,んかなく、まあ、1時間半という通勤時間をやってたんですけどもやっぱりこう転勤となって、まあ、こうどこでも住めるってなってですね、えー、でなあの会社に近い浪江町を選びまして、まあ、そうするとまあ通勤時間がこう5分になったんですよね。<laughs> なので、まあ、朝の時間だとか、えーまあ、夜の時間。 でこうちょっと自分の時間をゆっくり作れるななったのがまあ一つとあと先ほど最後の発表ありましたけども、えー、太りました <laughs>、はい、あの浪江町おいしい日本酒もありますし海鮮もこうありますし食べ物もおいしいしお酒もあるのでちょっと飲み過ぎ食べ過ぎでですねちょっと太ってしまったとちょっとこの2つがあります。 あの僕はすればやっぱ札幌、北海道の方が美味しいものいっぱいあるんじゃないかなっていう印象もあるんですけどそのあたり、なんかさっきお酒が好きっていう話もありましたけど南米とか福島の食生活だったりそのあのお酒も含めた魅力みたいなのがあったすと実は南米町にはですね2つのまあ酒造まあ鈴木酒造と,あと発酵場っていう2つがあってですねまあどちらもちょっと。 かなり違うような日本酒なんですけども、両方ともおいしくて、ですねやっぱり飲みすぎてしまうっていうのはありますねあの僕もあの小高、南相馬の方によく行ってるので、十二市町村っていうあの単語ばっかり出てると思うんですが、十二市町村によって、もう、んですよで移住者の方もあの当然そこで事業をやっている内容も違っていて、その小高、南相馬に関しては、起業家の方々が非常に多いんですね。 で特に小高のなんかあの,の方に関してはその先発酵場というのがありましたけどあのクラフト酒っていうです、ね、新しい日本酒を作る若者たちが起業した酒蔵があってです、ね、もう本当にあのザ・日本酒というよりはもう女性でも親しみやすいハーブが入ったものとかコーラが入ったものとかです、ね、あの本当にいろんなチャレンジをしている若者たちが起業していたりしてその小高、南相馬に行くのにはその起業家20代、30代の あえて南相馬で起業する若者たちが集まった地域でそういうところに行くとすごい刺激を受けるんですよ。なんでこの場所で起業したんだろうって思うくらいの人たちが例えば小高南相馬だったら集まってたりするんですけれどもあの、えー、ちょっと吉田さんにもお伺いしたいと思うんですけれども逆にずっとその福島並江で育って震災後いろんな地域行かれて震災後変わったところもあると思いますしそこから 旭川との二拠点居住、日地域居住をすることによって、ど,のどういう変化があったのかというのをちょっと教えていただけますか。変化ですね、えー、そうだな、まあ、私の場合はあまりにもぴょんぴょんしすぎているというか、う最近は、ね、あの遊牧民なんて言われたりもするんですよ、羊のようにそうなんです <laughs> 羊に餌を食わせるのに、どこまで行ってるんだと、ね、直線距離が 1000, 1000キロありますから。 なのでまあの、まあのいろんな地域と関わるようになって、えー、一番変わったというのがその一つの価値観に縛られない、えー、その代わりちょっとあの地面との関わりが薄くなるかというとそうでもないんですこれがね、えーまあ、田村市も非常にこう文化的に厚いところでして田村市でこう合併市町村なんですけれども5つあって、えーえー、合併してかなり時間が経つのにまだその色が消えないっていう。 そういうところをいろいろ回っていくうちに、えー、価値観がこう固まりすぎないといとうかでそれは夫も同じでやはりこう福島にいた時よりも旭川に常駐して、えー、近隣の羊飼いですとかこう、まあ、近所の方と話すうちにまた話し方が変わってきたりしたんですねだからこう常に新しいことを考えていくんであればあの縛られないっていうことがやっぱりかなり変わったことだと思います。 結構あの地域特に人口が少ないところに行くとあのいやうちの地域は何もないからとかあのそんな若い人たちが来ても見るとこないよとか結構ねおっしゃる方多いんですけどいざ他の地域を見てみるとあれこの地域めちゃめちゃいいとこいっぱいあるじゃんっていう外に行った方が地元の良さを築くっていうことも多いと思うんですけど例えば田,田村市に関してはあの僕まずまずそんなに詳しくはないんですがあの浪江とか小高と浪江そば南そばと違ってなんか田村の良さ みたいなのってどう感じられてますか。田村の良さはですね、まず人がとっても穏やかです。その波江ですとか、ちょっと海沿いの町ってやっぱりこうあの少しやんちゃというか、こう息がいいというか、えー、まあ、カチカチしてるところがあるんですけれども、えー、山一つこう越えてまあ1時間ぐらいすると田村市に着くんですね。そうするとこう話し方もちょっとゆっくりだし、みんな働き者で手間めなんだけれどもこう。 来たのかいってこう優しい感じで迎えてくれる。あと漬物をいっぱいくれます。もう <laughs> 漬物ばっかり食べてます私。なので、えー、そうですね良さ良さですよねタメラシの良さ。私はあのタメラシすごくあのこう何かチャレンジするっていうのももちろん土壌としてはあるんですけれども圧倒的に暮らしやすい。 あのお子さんがいて移住される方非常に増えてましてそういう方々がこうぐっと入れるコミュニティがすぐあるんですだから、えー、どんな年代のお子さんとかでもお洋服がすぐ着れなくなったりするんだけれどもお下ががりり交換会っていうのが年に何回かありますなので、えー、パッと来てお母さんが孤独になりすぎない、ね、お母さん同士でこうすぐに仲良くなれるっていう土壌もありますあの 本当に南相馬とか南江とかは新しいお店がオープンしたりあの新しい起業家が生まれたりっていうのであのワクワクするっていう本当に象徴的なエリアなんですね。でそれに近しいエリアっていうのも準備村の中でも出始めてはいるんですけど逆に言うとその里山暮らしとか田舎暮らしとかあの静かに暮らせるエリアっていうのもすごい貴重で日本においては大切な地域だと思うんですがそういうところの生活をなんか地域活性化とか人口を増やそうとか。 地元の人たちは別に求めてないこともね結構多かったりするんですよそういうのが得意なエリアはそういうところに人が集まった方が助け合って支え合って刺激し合っていいんだけれども昔ながらの生活をすごい大切にして漬物たくさんくれたり田舎暮らしが本当にあのゆっくりとできる町村っていうのは実はやっぱりどんどん減ってしまっていて十二支町村の中で静かに暮らすんだったらもしかしたら田村が一番いいかもしれないっていうことですかね。はい、そうですす住むとところもちゃんと増えてます ね、やっぱりこう移住するときにその住居問題というのが結構出るんですけれども、最近はな力を入れていて、ま私が道路で走っていてもあそこ住めるな、ここ行けるなっていうのをかなり見受けられますんで、こちらも静かに暮らせると思います。もうちょっと次の質問に移りたいんですけれども、あのまあ、住む場所、暮らす場所によってやっぱりさっき話した通りいろんな影響をその地域から受けたりもするんですけど、逆に言うとその自分自身のマインドとか。 考え方っていいうのもすごい大切であれがないこれがないとかあの人が良くないとかその外に問題も設けるんじゃなくて自分がどういう気持ちで仕事だったり生活を大切にしてるかっていうところのなんか向き合い方っていうのも大事だと思ってるんですけどの実際にそのあの東さんは移住されての、まあ、当然人口も少ないし店も減っちゃってるとは思うんですけれどもすごい楽しく生活はされてるという話聞きましたがなんかど,どういう考え方というか。 仕事生活において大切にされている心構えみたいなのがあったら教えていただけるでしょうかえまあ仕事においてはやっぱりあの福島 RTM センターというのをまあいろんな人が来る場所にしたいまあ関係人口中慢に,にしたいという考えがあるのでえまあ,あって最近だと打ち合わせがあると大体オンラインで済ませてとかこう対面がこう減ってきていると思うんですけどもまあそういうのを ではなくて、やっぱりこの RDM とか、まあ、浪江町に実際、まあ、お客さんないし仕事のパートナーを呼んで一緒に実験をやるだとか、えー、っていうことを最近、心がけてできるだけ来てもらうそううできるだけ来てもらうっていうのをプライベートな生活においてはなんか大切にしていることはありますあのちなみにさっき奥さんは札幌に残したまま離れ離れとちょうど今来てるんです。す <laughs> 普通だったらなんか ね、早く帰りたいとか、会いたいとかなるところもあると思うんですけど、自分の時間もすごい楽しんで生活されていらっしゃるとお聞きしたんですけれども、そうですね、プライベートは、まあ、正直、あれですね、昨年はこう、まあ、数ヶ月に一度、帰れてましたけど、ちょっと仕事も忙しくなってきて、えーまあ、お盆だとか、まあ、そういう長期で連休みたいなのしか帰れてないですけども。 まあでもお互いこうなんていうのかなえ会える時間をより大切になりますのでまあうまくやっあれなんか首かしげましたね今開く <laughs> ときましたありがとうございますあのー、僕らのサービス使ってくれた方も50代60代の方今すごい増えてるんですよあの子育てが終わってあのー。 自分の時間が増えてきたりだとか、あのお二人ともお子さんはいらっしゃらないということなのでもちろんその自分の時間をどう使うかっていうのは自分たちで考えると思うんですけど夫婦一緒に生活をしているとやっぱりそこの家の中での過ごす時間をお二人でどう過ごすかって考えになりますが2地域とか別の場所で暮らしたりするとそれぞれの時間も大切にするし逆に会った時間も大切にするしっていうのでそこのバランスをうまくとっている方もいらっしゃって。 夫婦関係がうまくいくという話もたくさん聞いているので <laughs>、ちょっとそのあたり、旭川に旦那さんがいらっしゃって、毎月のように福島に来られている、吉田さんいかがでしょうかはい、これ、あの、うちは本当に改善しました。えー、私のまあ夫が 前はその会社の社長をやっていたっていうこともあってこう方針でぶつかることがかなり多かったんですねあの羊の生産だいや俺はイベントをやりたいみたいなそれでもう喧嘩が絶えない時期もあったんですが今もう福島と旭川で。 お互いワンオペなわけですで倒れるわけにもいかないし、えー、仕事はそれぞれでやるからとにかくその,その仕事を維持するために羊を育てるために必死だから、えー、毎日1時間程度、えー、仕事の話が99%なんですけれども、えー、こちらをやるようにしていてコミュニケーションを取り出さないようにしているのは大切にしていることです。 それに加えてちょっとあのご自身で仕事や生活する上でそで大切にされて心構えみたいな例えばご近所付き合いがあったりだとか当然、その移住者の方もたくさん来られたり出会ったりもされていると思うんですがなんかそういう時になんにどういう付き合い方どういう心持ちを大切にされているかとかってありますか そうですね、もう私も夫もその仕事に没頭しすぎるので <laughs> これはあの危険なんですよ本当にそのひ羊に餌やったり動物に餌やったりして、えー、家に帰って寝るぐらいのことばっかりやりすぎちゃうのでだから川内村のカフェですとか。 浪江町の,そのビストロ、えー、まあ最近できたすごくパワーのあるビストロなんですけれどもそちらにこう回ったりとか意識ししてて地域とのつながりままたは情報を集めるようにしてますその時間をわざと作ってますでそうやって回っていくとまたこうちょっと仕事を依頼されたりなんていうでこういい,いいこともありつつ <laughs> 大切にしながらもさらにこうまたやることが増えていくっていう感じになってます。 浪江にビストロがオープンしたそこに羊を降ろされてるってことですよねはいそうですそうやってその、まあ、今回も移住に関心ある方々あの多いと思うんですけどの移住者とのなんか付き合い方というかの当然地元に住んでいる方とはまた違ったあの方々だ,だと思うんですよなんかど,どういう人に来てほしいとかのこんなお店やってくれたら嬉しいとか,なんかそういうのありますか <laughs> そうです、ね お店はですね実は浪江町は結構ありまして海鮮屋さんとか焼肉屋さんとかちょっと住民さんに対してちょっと多いかなっていう印象がありますんでもっと進化していくためにはその何かやらなくてもいいというかこ,うここが浪江がちょっと好きだな理由は説明できないけどなんか好きだなっていう感じでこう住んでほしい。とにかくその 住む人がもっと増えてくれると、また浪江町が違った形にこう進化していくと思うんです。私が住んでいた浪江町はもうないし、そこに戻ることっていうのはできないんですけれども、も、えー、だからね。昔はこうだったなんていうのも、私はナンセンスなんで言わないようにしてます。だからこう。その代わりに新しい浪江町を見てみたいから、こう少しでもこう。多くこう。魅力に触れてもらうっていうのがいいかなと。 ちょっとじゃあ,あの、東さんにお聞きしたいんですけれども、おまあ、やっぱり人口少ない地域で事業を始めるとか、そういうあの現地の雇用を作るとかって、すごいあの簡単な話じゃないなと思ってるんですけど、地,地域で今じあの、現地では何人ぐらいスタッフさんはいらっしゃるんですか。えとセンター全体、大体60名ぐらいですね。いい で地元の方々の,その、まあ、雇用といいますか、まあ、採用ってやっぱそんな簡単じゃないと思うんですけど実際のところやってみてどう,どうなんですか今その60名の大体の構成としては、えー、3分の1が北海道から3分の1が外国人で残りの3分の1が地元だとか、えー、から来た人とか、まあ、地域採用した方です。でまあ、あとと当然の応募とか 出してるんですけどもなんか最近こう人手不足だとか言われてますけど応募多いですね逆にちょっとびっくりしますそこは、うん、なんでそんな応募が来るんだ普通難しいと思うんですよ <laughs> 実際なん,なんでそんなに応募が来られてるかとかまたは入社される方の動機この会社でなんで働きたいと思っているのかとか生の声もしあればはい。1個はやっぱりあの 3D プリンターやりたいとかですね 先進的なこう取り組みをやってますのでそういった取り組みにこう関わりたいだとかいいうことが結構いますね。やっぱりあの各地域でそういう事業を始めようとしてもあの優秀な人が採用できないとかなかなかその若い人の数もやっぱ少ないので採用で困るという方は多いと思うんですけどで現地では実際求人の募集はいろんな会社やってるんですよ。 でもそのあのマッチングがあんまりうまくいってないあの地域で働きたいと思っている職種じゃなかったりの来てほしいと思っている人じゃなかったりってそこのマッチングのずれって多かったりすると思うんですけどやっぱりそういう 3D のロボットとかテクノロジーとかそういう新しいチャレンジをしている事業には人は集まりやすい傾向にあ,るんですか、ね、ありますし一般的な私コンクリートの品質管理とかもやって,ますやってるんですけどもそっちでも働きたいって人も中には結構います。 ちょっと時間も迫ってきているんですがあの、まあ、移住を検討されている方または中日町村にあの関心を持っている方に対して町産会社の皆さんに対してなんか一言あのアドバイスだったり逆にちょっと注意点もマイナスの話もあるんだったらちょっとそれもどちらでもいいので吉田さんからよろしいでしょうか。注注意点ですか注意点点で、えー、いろいろですすかははあの入るるんがそれ入地域にもよって、うん えまあ比較的こうちょっと山の川内村ですとかえ桂山村にはえちょっとコツがいる部分があります。なのでえこのあたり好きだなっていうときはまず地元のお友達をえ捕まえてください。 <laughs> 友達を見つけるのが大事 <laughs> はいすごく力になってくれる人を見つけてください、えー、これが鍵です、えー、私が田村市の、えー、上内市っていうところで牧場をやれたのも、えー、そのすぐ近くに佐久間工務店っていう、えーまあ、コンクリートの片岡屋さんの社長さんが大変懇意にしてくださって、えー、ものすごくもう雪ききもそこまで帰ったらお金出ないのに面倒見てくれたりその今だと野菜自分がこう家庭菜園で作ったやつをくれたり。 そうやってあの無条件に来てくれたことが嬉しくて面倒見てくれる人がいます必ずどこの地域にもでそういう方を、えー、見つけてもらえたらとっても楽しいと思いますその友達を見つける、まあ、めちゃめちゃ大事だと思うんですけどそのど,どの地域にどんな特徴があってってやっぱり外から見ていると分かんないと思うんですね。例えば12市町村 あのどうやって選べばいいのかな、どこ,どこからいけばいいのかな、例えばこの後ワークショップで自分でプランニングするときにの自分はどこに向いているんだろうかってなかなか分からないと思うんですけどなんか選び方、いい相性のいい見つけ方とかあればあ,あの東さんでも。はい、選び方 選び方というかその、まあ、どれがどこが本当に合うんだろう頭で考えてここがいいと思っても本当は、えー、隣の町の方がいいとかいやこっち面白かったっていう、えー、とにかくちょっと、えー、考えるんじゃなくて来てててていいたただだ風に当たってみてくださいいいそそこでこで肌がが合えばそこが一番いいと思いますあのさっきちょっと裏でも近しい話を教えてもらったんですけど条件で選ぶとかじゃなくって実際にその自分の感性とか。 行ってみて感じたものによって、の呼ばれてるでしたっけ？呼ばれた場所に行く。そ,そ,そうですそうです。あの <laughs> 呼ばれているというね。だからこの地域は自分を呼んでくれてるんじゃないかなって感じたところが一番いいんじゃないかっていう、本当ちょっと本質的なアドバイスじゃないかなと思ったらちょっと紹介させてもらいました。じゃあちょっと東さんも移住者検討中の方にアドバイスがあれば。はい。アドバイスですね。 私やっぱりあのこう転勤という形で浪江町に来ましたけどやっぱりこう私も北海道から、えー、出て外で暮らすというのは初めてだったんですけどもあのやっぱりいきなりこう行くというのはやっぱり難しいかなと思うのでやっぱり私の時としては RDM センターを建設したのでその時に浪江町に出張ベースでこう何回か行って。 まあこう雰囲気がこ,うこの町の雰囲気とかですね江の雰囲気とかをある程度分かった上でこで行けたのでまあそこは良かったかなと思うのでやっぱり皆さんも検討する上で、やっぱりいろんなところにですね、行くっていうのがあのいいかなと多分、後に説明あると思いますけどそういった多分制度とかもありますのでまあそういったのを活用してやっぱり自分でこう体験してどこが合ってるかな 感じて決めるのがいいかなと思います。ちなみさんがあの波江いいなと思ったポイントはどこにあったんですか。うん、とですね、一番大きいのは会社が近いです。<laughs> めっちゃ大事ですね <laughs>、はい。は私たちのその会社の構成としてあの原野町とかだいたい波江だいこの二択なんですよね。波江だとこうなんか。 飲食店が大体9時に閉まるとかコンビニがこう11時に閉まるとか、まあ、札幌だと絶対ありえないと思うんですけど、まあ、そういったところであのなんかそこをちょっと嫌だなっていう人がいてするとやっぱり原の町だとあの結構活気があるところもあるので24時間だとか夜までお店やってるっていうところもあるんですけど私特にう普段仕事してたらあんまそういうところ気にならないなと思ったんで。 とにかくやっぱり通勤を短くしてちょっと時間を作りたいなってことがあったので波に行政のサポートも結構あったという話を聞いたんですけど浪江の,あの、まあ、コロナ禍に立ち上げをするというところで、まあ、当初予定していた会社はあのもうコロナでそれどころじゃなくなって スタートしなかったけど、安東さん時はもう決めて。そこでスタートしたっていう。なんか行政サポートがあったからっていう話もちらっとお聞きしましたけど、なんかそんなサポートがああ、ね、はい。サポートというか、あの私たちがこう南産業団地っていうところに立っててまあ。福島イノベーションイノベーション構想構想のこう。補助補助金も使いながらそこに建設させてもらったんですけどもまこの中でこうあの。 やっぱりなかなかこう建設が難しいだとかちょっと延期しますっていったところが結構多くてでもやっぱりうちとしてはあのー、そういう研究開発とか、まあ、一刻も早くやりたかったので、まあ、そこはぶらさず、えー、建ててもともと今建っている場所ではなかったんですけどもやっぱりそういうコロナ禍で、えー、そこも、あのー、今建てた。 結構いい場所も空きましたので、どうですかっていう会もあって、そこに行ったとっいうような形です。もしかしたら通勤5分じゃなかったかもしれなかったですか、ね、そうですね、<laughs> それだとまた,た違うところに住んでたかもしれないですね。<laughs> もしかしたらあの楽しい波江ライフが <laughs> なかったかもしれないはいじゃあ、ちょっともう時間になってまきましたので、あのちょっと最後にあの一言ずつあの、ご、まあご挨拶でもあのメッセージでもあれば、えー、いただければなと思います。じゃあ者さんから何でも フリートークで大丈夫です、はい。最後に一言言おうと思っていたネタをさっき使ってしまいました <laughs> <laughs> ま。まあの一番はその来ていただくっていうのがあります。やっぱこう福島県でその震災後いろんなことをネットで言われた。 来たこともない人がバ、ね、バンバン言うわけですよ会ったこともない、ね、福島に来たこともないだろうっていう、えー、怒りもかなりあった時もあったんですけど実際に来てみて考えを変える人もかなりいました。 いやネットに書いてることが全然違うじゃんみたいなだからぜひ現地を見てくださいで足がかり全然ないなってこういう,あのこう例えば、えーまあ、取り組みの中で歩くんじゃなくてもっと自由に歩いてみたいなという時は、えー、私に連絡いただければスケジュール空いてれば、えー、お付き合いできると思いますはいありがとうございますじゃあ東さんからうですかはいえー、そうですね 今日はは来ているととうことは、まあ、移住だとか何かこう検討されていると思いますので、えーまあ、こういう話だけではなくて、えー、やっぱりいろんな制度とかも活用して、まあ、実際福島とか私に浪江町に来てもらうとで、まあ、そこでも駄目ならやっぱ会わないと思ったらすやめた方がいいですしやっぱり来てみて何かいいなとか感じたら次の行動にこう移していってですね えー、まあ、移住だとか、えー、そういうのをしていただければなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。あの僕も札幌来てまだ2年ぐらいなんですけれども、北海道の人たちもすごいあの優しい人、まあお二人もすごい人柄が優しいなと思いながら聞いてましたけれども、福島もですね、特に住人町村にいる人たちでもう純粋な人めちゃめちゃ多いんですよ。で、かつそのチャレンジしているとか自分の生き方をちゃんと選んだ人たちが多くて、なんか優しくて。 人口も少ないから人とのつながりも、ね、さっきサポートとか支えとかも多いし友達見つかったら暮らしやすくなるって話あ,れあったと思うんですけどやっぱりそのい,いい人がいる場所で生活をするっていうあの生活の幸福とか本当に上がりやすいなと思っていてなんかその辺りの,その,あの札幌から北海道から福島に移住するされている方も増えているって話言ってましたけれどももしかしたらそういう人柄がちょっと相性がいいっていうところもあるんじゃないかなと思って。 お二人の話を聞かせていただきました。この後もあの座談会ワークショップもあると思いますので、パネリストの方も以上で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。したゲストの皆様ありがとうございました。今一度皆さんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。あの多拠点生活という選択肢も含めたまあ移住、福島暮らしのこうイメージが広がる時間になったのではないかなと思いました。 あのお話の中で、やはりあの現地に足を運んでみてほしいこう風を感じてみてほしいというお話もございましたのでの座談会でより具体的な個別のお話を聞くというのも良いなと思いますしあの本日、個別の相談ブースも設けておりますそちらでえぜひですねあの現地に足を運ぶようなこう歩みにつながっていただければ幸いに思います。 それでは続きましてネクストアクションについてのご説明です株式会社エフライフ代表小笠原駿人よりご説明をさせていただきますそれでは小笠原代表よろしくお願いいたしますはいということで私からですねこのネクストアクションと書かれてるんですけども、まあ、次の一歩ですね皆さん今日のゲストの三名のお話聞いておそらくいろんな気づきとか あまあ、興味が湧くよよううなお話あったと思うんですよねで福島十二市町村、ちょっといいかもしれないと、まあ、もし思っていただけたらですね、えー、こんなことできますよという、まあ、例を私の方から説明させていただきますであの会場に来られている方はですねお手元のこの袋の中に、えー、ちょっと資料いっぱいあるんですけれども後でご覧いただきたいんですがこちらですね、えー、この福島十二市町村もっと知りたい、えー、そんな方に適したステップはと今、画面出てますけど。 でオンラインで視聴の方にはあの後ほどですね、えー、メールでこの資料をお送りいたします。でこちらでですねあのフローチャートになってましてご自身の気持ちとか今の状況でイエス、ノーで答えていただくとおすすめのネクストステップこんなのありますよというものにつながるようになってますで。裏面の方に具体的な内容が書いてありましてこの QR コードを読み込んでいただくと詳細ページが見れると。 いいうふうふになっってておりますまますすすちょっとだだけご紹介させていただきます、ま、ず移住体験ツアーですねやっぱり現地に行ってみないとわかんないという方も多いと思うんですが、まあ、基本的にはこのバスツアーの形で、えー、このセンター移住支援センターが主催で、まあ、いろんな場所いろんな人を訪ねるというツアーを年8回行っております、まあ、随時このサイト上で募集しておりますので興味ある方はご覧ください。 まあ、ツアーもいいけれども、まあ、ツアーっていうのは募集形式で日程が決まってるので、まあ、自分の行きたい日に行きたいと、まあ、あとは自分の行きたい場所も自分で決めたいという方はですねオリジナルのコースを作っていただきたいまあ、ただ情報が何もないとなかなか工程組めないよという方もいらっしゃると思うのでこのモデルコースというのをいろんなパターンでウェブ上で掲載しておりますで会場に来られた方ですねえ今日おー 最後の時間がですねオリジナルツアープランを作るワークショップということでこのモデルコースを見ながら、うん、例えば私だったらこんなコースかなっていうのをちょっと考えてみる時間も設けてますのでよかったらぜひご参加いただければと思います。で,参加できなない方はですねこののウェブのモデルコースを見ながらちょ,っとご自宅でちょっとツアー系が多いんですけれども、えー、バスツアーでもなく完全オリジナルでもなくこのサポーターガイドツアーというのもあります。 移住サポーターという方が12市町村各地におりまして、まあ、その人に会いに行くとか、まあ、その人のおすすめの場所に行ったりその人が持っているコンテンツ例えば何かあ工芸体験をするとか,あなんか農業体験をするとか、まあ、そういうことが、ね、体験できるようないろんなプランを用意してます。でまあそのサポーターガイドさんもね魅力的な方多いのでこれもウェブサイト見ていただくとどんな人がいるのか。 どんな体験できるのかわかるのでぜひご覧ください。はい、そして求人相談ですね。まあ今日私冒頭でも申し上げましたけど、非常に魅力的な求人がたくさんあって皆さんを待っていますとこういう状況です。具体的にじゃあどんなのがあるのかとか、私に合ったお仕事ってあるんですかってことも気になると思いますので、そういった方はこちらから求人相談という、えー、サービスもありますのでぜひ相談してみてください。 そして、いや、求人とかじゃない、私は自分で事業を起こしたいんですと、起業をしたいんですとおいう方にですね、この企業オンラインコミュニティ企業スクールというものがございます。まあ、いきなりそのね拠点作って事業を起こすっていうのは、まあ、リスクもあって怖いよという方がいらっしゃると思いますが、まあ、まずはそういったコミュニティに入って仲間を作ったり、まあ、学んだりできるというサービスですので、起業に興味ある方はまず、 こうういいいいったところから始めてみてみもいいんじゃないでしょうかこの個別相談という方で、まあ、その求人に限らずですね、えー、住む場所ってあるんですかとか何か私あのずっと雪国にいたから逆に暑いところがちょっと心配なんですとか、まあ、いろんな悩み、えー、不安あると思うんですけれどもそういったことが相談できる、えー、個別相談窓口設けております。で今日会場にっっしゃってる方はですね、 会場後ろの方にも、今日は個別相談ブース用意していますので、なんか今日のうちに何か聞いておきたいという方は、ぜひそちらの方にもお越しください。最後ですね、こちら、補助金の申請利用に関してなんですけれども、さまざ、あ、まな制度がございますで。具体的には今日福島県から担当の方、お越しいただいているので、えー、ご説明をお願いしたいと思います。私からは以上です。 ありがとうございました続いては福島県の移住支援制度についてです福島県避難地域復興課安財主催よりご説明をいただきますそれでは安財主催よろしくお願い致しますえ、私福島県避難地域復興課の安財と申します本日はお忙しい中お時間作ってご来場いただきありがとうございました えと先ほどの皆さんのお話の中ですとか、あとは小笠原さんの話にも何度かキーワードで出てきたような支援制度ですとか事業について簡単にご説明させていただきます。えー、とお手元の,その袋の中にです、ねえー、とチラシが4点入っておりまして、えーと、まず1つ目がこの画面に出ております、えー、黄色字に、まあ、終了と申しますか赤いイメージの移住支援金というのが、えー、制度1つ目。 でちょっと先に全部紹介しますと、えー、黄色ベースに水色で、えー、文字が振ってあります企業支援金、えー、それから今ほどあの小笠原さんの話に出てきました移住サポーターガイドツアー参加者募集という緑のチラシで最後に、えー、と住まいに関する補助制度として自分らしい住まいの形を応援しますなんていうふうにサブタイトル振ってますチラシ4点入っております。 支援制度から説明しようかなと思ったんですけれども、今までの話を受けてちょっと順番前後しますが、えー、最初にサポーターガイドツアーって何っていうところをちょっと補足がてら説明したいと思います。あのツアー系で言うと、先ほど小笠原さんがご紹介いただいた通り、移住支援センターがやっている移住体験ツアー。 でそれからモデルコースを掲載していたりこのサポーターガイドツアーがあったりなんていうふうにいくつか並んでますで先ほどの移住支援センターがやっている、えーまあ、バ,スバスツアー型の、えー、体験ツアーについては事前申し込みがありまして定員を設けてます。 だいいいた名ぐらいでですするものです、えー、例年ですとだい100名超えるぐらいの申し込みが毎回あってその中から20名の方が参加できるという形の団体ツアーになっていますで特徴としてはあの西町村というんですかね2つの町村しい町なんかを順繰り順繰り巡りながら12市町村の複数箇所をちょっと比較して回れるようなツアーという形になっています なんでまず12市町村なかなかちょっとイメージ湧かないなっていう時は、えー、訪れる際はその団体型のツアーの方がおすすめかななんていうふうには思ってます。で一方今画面に出てますサポーターガイドツアーは。 えー、地域で活動されているキーマンの皆さんがサポーターという風になってくれていて、えー、個人でツアーを企画してつどつど立ち上げているものですなので、通年で募集しているものもありますし例えば1週間経ってサイトを覗いてみたら、えー、1週間前にはなかったツアーがなんかポッと出てきているなんていうこともあります、えー、先ほどの大型ツアーと比較しますとこちらはあの1名でも実施したりするものです1名、2名、3名なんていうのはあのザラーです。 なので、例えば大型ツアーで雰囲気をつかんでいただいた後に、に特に、えー、私、えー、僕は、えー、この市町村特にちょっと深掘りしたいなーなんていうときに特定の市町村、個別の市町村をこ人、えー、んまりと距離感がすごい近い感じで、えー、巡っていただけるようなツアーになってます。なのでツアーがてらそのサポーターさんに直接あの個人的な本当に不安なこと移住に向けての疑問点、不安なことっていうのはすごく聞きやすいものかなという,ふうにも思ってますのでそういった形で違いをご理解いただければという,ふうに思っております。 でちょっと前に戻りまして、えー、じゃあ移住した後の支援制度という部分なんですけれども、えー、まず一つ目が移住支援金、えー、こちらは12市町村に移住された後、えー そのチャレンジ十二市町村でこれから暮らしていくんだという皆さんの決意を応援するようなものになっています、えー、金額としては一番上にあります、えー、と世帯の方ですと200万円、えー、単身の方で120万円という形になっていますでその下にあの赤字で,です、ね、子育て加算なんていうのが見えるんですけれどもこれあの結論だけ申しますと,ちょっと北海道から移住される方はごめんなさい対象になれないんですというのが大変申し訳ないんですあの意図としては えー、首都圏からの、えーまあ、人口を何ていうんですかねあの 過剰に集中して待っているのを地域に分散させるっていうのがちょっと趣旨として出てきた加算の制度でございますんで対象がどうしても首都圏在住の方が避難移住する場合に限りという形になってしまっているので申し訳ないんですがその点だけご了承くださいで一方その右側に黄色の枠でアイリス大山さんの会社名が書いてあると思うんですけれども実はこれはどなたでも活用できるもの移住された方であれば支援金を受けたものであればどなたでも活用できるもの,アイリス大山さんの 家電通販サイトでなんちゃらポイントっていうのがよくあると思うんですけどもアイリスポイントっていうのがあってこの支援金の交付を受けた方であればなんと5万ポイントいただけるとそれで例えば足りない家電を揃えたりですとかアイリスのネットショップで何かを購入できるという形のものが加算としてはございます。 じゃあどういった方が交付、えー、受けることができるのというのが交付要件、ちょっと文字が多いのであまり事細かには説明今ちょっとできないので詳しくは後ほど、えー、ホームページですとかご覧いただきたいんですが、えー、まずはですね、12市町村に住民票を移す前に連続して3年以上福島県の外にいましたと。 つまり支援金もらうえー、もらおうと思って1回、ちょっと住民票を福島県内から外に移して戻ってきただけなんですみたいなのは、ちょっとあの12市町村に、えー、活力をもたらしてほしいっていうこの趣旨とはあのそごわないですねということで、えー、そこはくれぐれも守っていただきたいなという要件として設けてます。でそれからあの2番目なんですけれども、えーまあ、12市町村に実際住,、ま、住んでいただいて、 ぜひ福島県としてはやっぱり長く住み続けていただきたいなというのがあるので例えば、十二所所に住んだ後に何らかの都合でどうしても外に出ていかなければいけなくなってしまう例えば会社の都合で転勤などがちょっと想定される場合にはなかなかちょっと対象にはできかねますというのが要件の二番という形になっています。 でその下にですね3番ちょっと置いておきまして、えー、なお書きがあります、なお書きの方は給付の対象外となりますのでというところなんですけれども、えー、1、2は、えー、はしょりまして3番目、えー、これは移住をした後に、えー、給付をするものなんですけれども、えー、3ヶ月を経過した後に、えー、申請ができるようになります。 でまた3か月を経過した後一1年以内に申請をしていただくというふうな形で期限を設定しておりますのでここくれぐれももし活用される際は頭の片隅を置いていただいてご注意いただければというふうに思っておりますでなお今年度申請期限ですけれども令和7年1月31日まで申請という形になっておりますもしもうあの本日お越しの皆様もしくはオンラインでお聞きの方の中でもう具体的に移住を検討しているもう進めようと思っているんだという場合にはご注意いただきたいのが 1, 1月31月日が期限ですでその日までに3ヶ月が経過していなければいけない。ってことは引き算をしますと大体いい10月の終わりには、えー、お引越しされていた方であれば今年度のこの支援金1月31日までに申請が可能だということになりますのでそのあたりの,の申請のんてうんですか、ね、スケジュール感みたいなものをぜひあの頭の中でちょっと考え始めていただければなという,ふうに思っております。 で裏には、ですね結構細かいことが書いてありますので、えー、後ほどご覧いただければと思います。えー、続いて企業支援金ですけれども、えー、これもちょっと文字が細かいので、概要だけお伝えしますと、先ほどの移住支援金の要件を、えー、満たしていただいた上で、自分で事業を起こしますっていう方に、えー、サポートをするものです。えー、金額や補助率としては、一番上の赤字にあります、賠、え、償、ー、経費のうち、事業にかかった経費のうち、えー、4分の3で、ただ最大の上限としては400万円。 といいう形で、えー、補助金をおお支払いしております,、えーっとですね、例えば今までのケースで多かったのがいうと,、えー、っとカフェですとか飲食店、えー、それからあとは生態を生態って体補すね生態をやってるお店ですとか、えー、っとあとはですねコンサルティング会社を立ち上げた方もおりますし民泊なんていうのやってる方もいますしあの本当に事業の中身では何も制限を設けておりませんのでもし皆様が何かやりたいって チャレンジしたいっていう思いがある場合には、えー、すごく使いやすい制度かなというふうに思っておりますので、えー、ぜひどういったケースがあるのかなどについても、えー、ホームページ等をご参照いただければと考えております。 で最後になりますが、えー、移住されて、例えば、えー、と移住支援金もらいました、えー、企業支援金で事業を起こしました、えー、住まいの方をちょっと自分でどうにかしなきゃいけないな空き家、えーと、民間最初を借りられたんだけれども、えー、なんか自分の家が欲しいな空き家があった見つけたとかっていう時にリフォーム等に使える補助制度なんていうのも県としてはご用意しています。で裏面に行きますと今度はの空き家を まあ、もらったんだけれどもやっぱりちょっと古いなとなかなか住めないなというときに、えー、空き家を解体して例えば新築、新しいお家を建てようかな土地だけ生かしながらなんていうときにも、えー、補助ができるように制度はご用意しておりますのでこういったあの移住前の、まあ、ツアーから始まって、えー、移住された、も、まあ、しくは移住、ちょうどそのタイミングでの支援金移住支援金、企業支援金 でその後、住まいを確保するときのこういった補助制度までなるべく切れ目ないような形で補助制度をたくさんご用意していますので、えー、もし使えるものがありましたらぜひ存分に使っていただいて移住を前向きにご検討いただければというふうに思っております。私からは以以上上です安西さんありがとうございまましした以上をもちまして 未来ワーク福島移住セミナー第14回、ワクワクが生まれる地、福島十二市町村編の第1部を終了とさせていただきます。オンラインでご視聴いただいている皆様は、このお時間で終了とさせていただきます。ご参加ありがとうございました。